これがね、親指、はい、人差し指、薬指、中指、薬指、小指、指先のこのなじかくのね、はい、あのピリピリこのなじかくのしびれてしびれてるものがだん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 活性化になっておるの、はいね、これでもうちょっと活性化になりますよ、はい、ちょっと本当にこのなじかこれはね、あ、前やってからこの結構戻ったでしょ、でももうちょっとね、はい、あの元に早く戻らないといけないから、うん、楽しくね、はい、病魔消滅因果有病魔消滅因果有病は、これでわかるの。もう一回ね見てよ、はい、ここ赤くなったでしょ、はい、この辺が詰まってる場所、うん、ね、だからその辺もうちょっと揉んでってあげる、はい、体は正直ですから、そのまま欲しい、あの見せてくれるの。この赤い差が詰まった。ところが良くないんですね。詰まってる場所、この腸内でも、この辺が詰まってること。少し考えしすぎて、考えておることが多いの。思い込みが結構ちょっとあるの。私、考えすぎる。そうですね。これがこのチョンポ見せるの。目つぶっても、顔見ないでもわかる。でも渡部先生もね、ちゃんと真面目にやってらっしゃるから、セルフメイクよかった、よかったね。先生じゃないです。よかった、よかった、ね、ちゃんとやってね、うん、このみんなの人たちがね、こういうやり方でいろんな病気が改善すること、次はここの何ですか、刺激することによって目が活性化するの。今さっき言ったかったでしょ、はい、それでもだんだん痛みが少なく、ないでしょ、はい、これがこの目の神経までこう結んでおるの。だから昔の針の先生は、目が悪いのにこういうところで刺してさ、やってるんだもん、こういうところ、これがこのなんですか、中指、これが目だもん、目、これが不思議でしょ、昔。それでその時こっち刺すのよ、うん、え、目がこっちのになぜここ刺すんですかって、うん、ヨーロッパの人たちがこれは不思議なぁ思ってたんです、うん、理解できない、うん、でも今ヨーロッパとかアメリカは、うん、針の治療、うんうん、同時にやりますよ、うんうん、私はそれよりもっとグレードアップして、ここで全部体のその調整するようにします、うんうん、はい、うん、しびれは治りました？治ってるよ、うん、軽くなって、もう簡単で